ネーズは舞曲、アリアは歌です。舞曲と歌の対比を表現していきましょう。ポロネーズはト短調、アリアはト長調です。調性の違いから来る音の色合いの違いを意識して吹きましょう。練習番号 F と L のテンペストーソは、作曲者が嵐のように演奏してほしいと言われています。ピッコロもそのイメージへと進んでいきましょう。